第2領域の仕事にフォーカスすることこそあなたの成長率になります。こんにちは、三浦弘樹です。今回ですね、あなたがどんどんですね成長していくためにですね、第2領域の仕事についてねお話をしていきたいなというふうにですね思っております。で、じゃあこの第2領域の仕事っていうのは何なのかというと、緊急ではないけれども重要な仕事ですね、大切な仕事のことを言います。で、多くの方はですね、やっぱりその仕事をしていくっていうふうに考えた時に、緊急で重要なことをですね中心にですね、やっぱり物事を進めがちになってきます。ただ現状をですねキープするためにあるものなんですね。じゃあその第2領域の仕事、緊急ではないけど重要な仕事っていうのは何なのかというと、あなたをこれからですね成長させていくためのですね、仕事になってきます。はい、なので、そういったところをフォーカスをして、仕事をするっていうことが非常に大切になってくるんですね。で、一つのポイントとしてはですね、やっぱりこう人っていうのはこういつもですねこの緊急で重要な仕事にやっぱりフォーカスをしがちなので、自らですねこうスケジューリングでその第2領域の仕事をですね作るようなですね、そういった時間をですね必ず取るっていうことをですね、やっぱりこうスケジュールの中で組み込むっていうことがね非常に大切になってきます。で、実際に、自分のね手帳を取り出していただいて、その第2領域のね仕事の枠っていうのをですね、2時間でもね、3時間でもね作っていただきたいんですね。で、その時には、必ずですね、その第2領域ね、緊急ではないけど今何が自分にとってはねこれからの成長のために、次のステップのためには重要なのかっていうのをですね書き出していただいて、決めていただくっていうことをねしてください。で、実際にですね私も、スケジュール帳の中でですねこの第2領域のですね仕事をする枠っていうのを、週にですね5時間以上ね、必ず取るようにしております。で、それは、全くね今までとは違う環境でやるっていうのも一つのポイントになってきます。私の場合ですと、その第2領域のですね仕事に関しては、いいホテルにですね、宿泊をするとかですね、いいホテルのですねラウンジで仕事をするっていうふうにですね決めてやっているんですね。なのでそういったですね第2領域の時間っていうのをしっかりとね確保して、どんどんねあなたの次のステップに進んでいっていただければなというふうに思っております。今回の動画は以上となります。是非ですねチャンネル登録もお願いします。また説明欄にはですねあなたの収入がですね格段に飛躍していく無料オンライン講座がありますので、是非そちらもチェックをしてみてください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。